まだ暑さが残っているもののすぐに寒気が迫ってくると思うので、飲み物に氷を入れて体に寒さを叩き込んでいる、サクシナゆっくり霊夢です。山に登るってのもいいかもしれませんね。山は涼しいってイメージもありますから。唯一不安があるとすれば義軍から包囲されて下山ができなくなることぐらいしかないと思う、馬食が好きなゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは甲虫とセットな猛将、玄関よ。三国志演義だと大活躍していた人物ね。おいてますます盛んな玄関、甲虫の老将コンビが、若者にはまだまだ負けないと戦いで功績を挙げるのは、演技の名場面の一つですからね。さて改めて紹介する武将は玄関。正史では特に老将という情報は書かれていないものの、多分名前のせいで演技では老将にされてしまった武人。え、それ本当ですか。玄関は益州派軍林高賢出身の人物で益州を治めていた劉璋に仕えていた男よ。211年、劉璋は曹操が赤壁の戦いで劉備、孫権連合軍に大敗したのを見て、曹操に逆らうことを決意したの。だから劉璋は臣下たちの勧めもあって当時慶州を治めていた劉備を益州に招き入れて自衛しようという究極の作戦を実行したの。でも玄関は劉備軍が蜀に入ってきては軍に来ると自分の胸を叩き、これでは一人で山奥で座り、虎を放ち自分の身を守らせているのと一緒だな、とため息をついたのよ。益州を治めていた劉璋は曹操や漢中の長老が怖いあまり、虎である劉備に自分の身を守ってほしいと命じたわけです。虎ってのは強いですが気まぐれな動物ですからね。いつ自分に牙を向けてくるかわかったもんじゃないです。その後、劉備は被害者面をして劉璋攻めを開始。張飛も諸葛亮らと共に益州に攻め込んできたの。張飛はそこで劉璋の将軍である破軍大主玄関を破って生け捕りにしたみたい。演技ではこの戦いで張飛が玄関に撃たれかけたり、張飛が策略を持って玄関を誘い出して捕獲してるんだけど静止、だとこの戦いの詳細は全く書かれていないわ。まあ詳細がわからないからこそ、演技だと色々と盛りやすかったんでしょうね。張飛は捕らえた玄関に、どうして我が大軍が来たのにもかかわらず、降伏もせずに徹底抗戦をしたのか、と彼を叱責した。これに玄関は、お前たちは礼儀すらもわきまえていないくせに我らが州を攻撃してこれを奪った。益州には首を切られる将軍はいても降伏する将軍はいない?と言ったの。これを、聞くと張飛はブチ切れて左右の人たちに玄関の首を跳ねろと命令した。これを聞いても玄関は顔色を変えずに、処刑するならするでさっさと処刑しろよ。なんで怒る必要があるんだよ、と張飛に言った。張飛はこれを聞いて玄関は立派な人物だと思い、彼を解放して自分の賓客にしたの。ここら辺は演技と全く一緒ですね。自分と同格な人間や格上の人物に対しては張飛は敬っていたんだけど、一点格下の人間たちに対しては暴力を振るっていたんです。張飛が玄関を敬ったということは、玄関が蜀では張飛が敬うレベルの高官だったということですかね。これ以降、玄関については何にも歴史書で書かれていないわ。漢中攻略戦でタッグを組んだ甲虫との絡みも怪しねえ。まあ演技だと単純に玄関って名前だから老将にして、同じく老将で蜀の名将である甲虫とおじいちゃんタッグを組ませたんでしょうね。さていかがでしたでしょうか、今回の人物は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。これは玄関だけに限りませんが、演技だと大活躍したのに静止だと何も書かれていない職の将軍って多すぎるんですよね。何も書かれていないからこそ、付け足しやすい典型的なタイプな武将でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。